口選手から、はい。なんかお二人に聞きたいことってありますか？あ、じゃあいいですか。ほう。中谷くんって、ね、ジュヌが、はい、まあ、今でもまあいいけど、その、まあ、彼女欲しいとか、はい、今いるんかどうかわからんけど、いてたら、いてるんかなっていうと、はい、いてないんやったら、その彼女欲しいとかはないんかなみたいな、そういう。すごい突っ込みますね。恋愛事情。いや、もう僕、彼女いない。ない、彼女いない。彼女いない。はい。欲しいっていうかさ、なんない。欲しいとは思うんですけど、今はいいかなっていう。ああ、まあ、ボクシングがあるから。そうですね。落ち着いたらっていうのはありますね。じゃあ、純太君的には、ボクシングがあるから、はい、まあ、彼女にこう、時間を割いてやれないからっていうので作んないみたいな。あ、それもありますね。だからそれ、なんか、彼女の支えがとかあって、ボクシング頑張れるってあるじゃないですか。うんうん、まあ奥さんとかでもいいですけど、そういうタイプではないかなって。そうですね、いた時は結構どっちかになっちゃう感じありますね。あ、そこは不器用って感じですね。不器用。なんかそういう、じゃあどういう人がタイプ？そういう人それは気になる。違うんですよこれね。見てる人はやっぱテスさんは、まあ、イメージもやっぱこう陽気でこう社交的なイメージもありますし、うん、まあ好きなタイプどんな人ですか？ギャルっていうイメージ。いや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 、どんな感じなんだ。勝手にギャルって決めんで。勝手に決めてきましたね。その純太くんみたいな子ってその結構ミステリアスというか、はいはい、掴みどころないじゃないですか。そういう恋愛事情とか、はいはいはい、そうボクシングがすごい真面目でっていうイメージ通りじゃないですか。うん。そういう人やからこそこういう恋愛事情って需要があるんですよ。はい。YouTube でもそうですけど。うん。そこをちょっと掘り出していきたいなと思ってて。どういう人タイプなんですか？清楚系がタイプですね。ああ。清楚系。あんまり。そこ黒ギャルとか言ってほしかったけど。清楚系。そうですね。あんまガチャガチャしてない感じがいいです。年齢は。ああ。年齢。年齢は、でも年下の子が多かったんで。年下の子が多かったんよ。なんか年上に可愛がられてそうなイメージが。ですよね。はいはい。確かに。年下なんや。そうですね。年下か同じぐらいの子の方が。いい。いい。いや、なんかこの聞いてる感じだとあれですね。多分、純太くんのペースじゃないと、多分成り立たない関係っていうか。うんうん。ああ、そう。年下の子やったら、俺もこうだから我慢してねってこう、まあ押さえつけるじゃないですけど、なんかちょっと言い方悪いですけど、うん、俺のこのライフスタイルの邪魔はしないでねってこう、年下の子とか同年代やったら今言えるじゃないですか。はいはい。はい、年上だとなんか、なんだろう、真に敷かれるじゃないですけど、うん、イメージですよ、これ僕の勝手なあれなんで。なんかこう、自分のあれ、邪魔されたくないタイプなんかなって思います。こう。うん、なんつったらそれは あるかもしれないです。はい。だからやっぱじゃああんまり彼女とかにもこう意見あんま言ってほしくないタイプ。いや、意見は別にそんなことはない。あ、そこはないんです。はい、そこは大丈夫ですけど、まあ、ボクシングに関してですね。ああ、はいはいはい。じゃあもう結論はめちゃめちゃボクシングっていうかもう真面目な真面目な子っていうあれですね。京口選手どういう人がタイプなんですか？僕は優しい人とかがいいですね。うん。だからまあ、ルックスも、やっぱりそれは気にはしますけど、うん。そこを重要視しはしないですね。なんか、なんか、綺麗な、可愛いなとか、どっちでもいい、どっちでもいいっていうか、綺麗なタイプの人も好きですし、可愛いタイプの人も好きなんですよ。そっから中身が、方が重視しますね。でも中身良くても、やっぱ、ルックスがタイプじゃないなっていう、こうだったらあんまりこう付き合いしたいなとかはなんないんですけど、うん、あとはまあ年下とかはあんまり興味ないですね。そうなんだ。なんか可愛いなとかもちろん思いますよ。うん、なんか年下の子でも可愛いなとか思いますけど、なんか恋愛対象になるかって聞かれるとあんまならないですね。勅使川選手は？僕はもう黒ギャルがいいですね。
黒ギャル。ちゃんと落としてくれましたね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。これでももう、ボクサーってモテるんじゃないですか？単純に。いや、僕思うんですけど、モテるやつはモテます。そのボクシング関係なく。いや、あの、ボクサーあるあるっていうのがあって。はいはい。あの、ボクシング、試合するじゃないですか、ボクサーって。試合したい、後の試合後1週間はめちゃめちゃモテるんですよ。うん、なんかそういうのない、今日見ても。全くない。試合会場に女の子を呼んでたりしたら、その女の子1週間以内だったら絶対。これあるあの、これあるあるじゃない。ひどいひどい。でも、僕単純に思うんですけど、気になってる女の子とかを、試合会場を連れて来てもらって、ぶっ倒したりしたら、はい、多分むちゃくちゃモテると思うんですけど、どうなんですか？あ、そうなんですけど。それが1週間モテるんですよ。僕、全くないっす。本当ですか？はい。僕、その、いいなっていう子とか、その、僕大阪なんで、あんまりそういうチケットとかもないですし、うん。だから別にそういう、なんかこう、1週間以内はめっちゃモテるみたいな、全く経験したことないっす。うんうんうん。じゅんとくんなくない？ないですね。僕も三重県なんで。はい。やっぱテスさんみたいな子やっぱあれですよ。黒ギャルのチャンネルが好きみたいな人はやっぱあれあるのっす。いやでも単純にモテるのかなと思ってたんですけど僕。多分こう異性からっていうよりも男の人からしたら、うん、その言った大悟さんが思う人は多いと思います。うん、いや、モテるよ、かっこいいじゃんって言われますけど、うん、その異性から、めっちゃかっこいい、ちょっと遊びに行こうよみたいな、そういうモテはないっす。単純にかっこいいとかありますよ。そういうモテはないっすね。はい、かっこいいとか、すごいとか、そういうモテはあります。かっこいいとかもちろんありますけど、うん、だからってモテる人の定義って人それぞれあると思うんですけど、うん、その一般的な、どっか遊びに行こうよとか、なんかご飯行きたいとかそういうモテはあるあるではないです。多分モテてる人はモテるんだなって思います。うーん、でもあの入場の時とかこう上りが立ってね、はい、これめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。入場って花ですよね。ねえ、ありますよね。はい、あの時なんかどうなんですか？うわ今見られてるみたいなあります？僕はあります。ねえ、かっこいいっすね。ティッカーなんかも全然あるでしょ、ああいうパフォーマンスでね。ああ、もう僕は、はい、もう、たくさん見てって思ってますね。うーん。はい。ねえ。ジュンド君は？はい、あります。うん。あるんですね。あるんですね。まあでも、知り合いの方が周りにいるで、うん。もう見てというよりか、あ、来てくれてありがとうみたいな感じではありますね。真面目だな。真面目だな。気になってる女の子とか試合呼んだことはある？ちょっとか。は、ないですね。真面目だな。真面目。好感度しか上がらない。まあ、京口選手、やっぱ、あれなんですか、あの、普段、今まで世界戦と普通の試合っていうのはもう全然雰囲気違うものなんですか？違いますね。お、うん、全く違うんですけど、うん、その、世界戦だからみたいな、そのなんかこうマイナスに働くようなことはないと思います。だから僕はめっちゃ高まりました。うわーって、うん、やっぱ怖いって。多分これは多分みんながみんなじゃないと思うんですけど、僕はですよ、うん、僕は結構こうやっとこの舞台立てたとか結構感慨深いような、もうやるしかないっていう腹くくるじゃないですけど、はいはいはい、僕はプラスに働きましたね。あと世界戦のリングで聞く国歌斉唱はもうすごいです。もうすごいあの気持ちになりますね。もうジーンと来ますし、うん、もうなんかこう今日本を背負ってるじゃないですけど、うん、そういう気持ちになりますね。勅使河原さんが急に真面目になりましたね。いやなんか僕結構イメージしたりするんですよ。もうあの自分がその世界戦のあのリングに立って国歌斉唱を聴いてるところとか、
大事です。めちゃめちゃ鳥肌立ちますもん。あの、イメージしてるだけで。僕もやってました。ああ。世界戦のリングに立ってっていうイメージとか、めっちゃイメトレしましたね。そのインタビューとかもそうですけど、ああ。ああいうイメージ、僕は思うんですけど、やっとくべきだと思います。へえ。中谷選手やってるんですか、そういうイメージは。夢に出てきます。へぇ、夢に出てきます。まあでも考えてるってことですもんね、夢に出るってことは。次ですもんね。素晴らしい。世界戦。ねえ。いや、マジ、国家斉唱は本当すごいですよ。ほぉ。それは立ちましたね。初めての世界戦の時はもうすごかったです。ああいう公式行事とかはどうなんですか？自分のペースでは進まないですよね。やっぱ向こうの行事の、ね、記者さんたちが集まってとか、で、そのフェイスオフするような、あの、なんだろうっていろいろあるんですよね、世界タイトルになると。そういうのは、初めの時は、うわー、やっぱ世界戦ってこんな、こう、大々的にあって、こういろんな人が集まってとかって、なんかすごい、まあ、新鮮では良かったんですけど、まあ、めんどくさいです。今のだと。そんな感じに見せないですけどね。思いますか？まあでも中谷選手の場合は次が新鮮ですもんね。そうですね。ねえ。はい、勅使河原選手だってもうすぐね、いつ世界戦決まってもって感じですもんね。もうそうですね。早く、そうですね。まあ、なんとかやりたい、やりたいですね。ねえ。はい、今、いですね、ふと思った、思い出したんですけど、僕もまで、はい、僕は注目ランキングってあるの知ってます？あ、僕最近知りました、それ。あ、本当ですか？はい。僕たち1、2ですよね。そうなんですよ。ああ。ヨグ選手知ってました？何のやつですか？僕もばで、僕もば注目ランキングっていうのがあるんですよ。ああ、あれ、淳斗君1位のやつじゃないですか？そうです、そうです。ちょっと。なんか見ました、はい。僕もば出てます、これ。出てます。はいはい、これで、はい、こういう感じで。よいしょ。そう、こういう感じで、今マスクなんで。おぉ。これ何が基準か僕も知らないんですけど。なんかのプロフィール数じゃないですか。わかんない。僕はちょっとわかんないですけど、これでもこう、13円ポコッと入ったり。へぇ、ほんとだ。はい。ちょっと下に行くとこうやって見れるんで。で、ちょこ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 これ変わってるんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですね。で、僕もバンド、僕の写真変わってますね。あ、マスクになってますね。あ、マスク。はい、あ、はいはい。そうそう。で、これ多分世界チャンピオン入ってこないんですよ。ああ、はいはい。ああ、そういうことか。なるほど、なるほど。なので。すごいっすね。なんかこれ、すごいっすね。うん。今、このね、企画でやってる1位にワンツーがいてるってことですもんね。そうです。もうたまたまですけどね。めちゃめちゃ、じゃあ、この、厳選に。よかったっすね。そうそうそう。そうそうそう。キャスティング正解でしたね。そうです。あの、1位と2位だから選んだってわけじゃないんですけど、そうそう、後で気づいた。だから、中谷選手がチャンピオンになったら多分、ここ抜けるんですね。ああ。で、勅使河原選手が1位なんで。で、次、吉野君にバトンタッチですね。が2位になるんですね。そう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 。すげえな。はいはい。こういうのモチベーションになると思いますよ、やっぱり。あ、そうなんですか？選手は。はい。じゃあね、最後にですね、はいはい、ここを見てほしいっていうのをちょっとね、発表してほしいですね。はい。勅使河原選手から。え、どういうこと？勅使河原の、ここを見てほしい。僕のですか？もう、僕はもう、やっぱ入場からもうすべて、なんかいろいろ凝ったりし、考えたりしてやってるんで、うん。まあ、入場からすべて見てほしいとは思ってるんですけども、なんかとりあえず、俺のここ見てほしいっていうよりも、試合会場来てもらえたら、勝手に僕の虜になると思うんで、とりあえず、試合に来てくれたら、もうそれだけでもう、僕という人間が分かると思うんで、いいですね。はい、なんかもう、そうですね、来てもらえればそれで僕の価値がみんなに伝わるんじゃないかなっていうのは思ってます。お、いいですね。うん、じゃあ、中谷選手。はい、うん、まあ、僕はフライ級で身長がでかい方なんで、まあ、長身を生かしたボクシングを
見ていただけたらなっていうふうに思ってます。うん、じゃあ最後。僕ですか？はい。あんまりなんかこう言われて、なんて言ったらいいかわかんないですけど。うん。なんか、何やろ、ボディとかアッパーとかじゃないですか。おなんか、まあ、僕にしか出せない色を、なんか、見てもらえたら、なんか、なんて言ったらいいんやろ、試合会場とか試合見ても、眠たくなる試合とかあるじゃないですか。うん、いろんな選手の試合、やっぱり。なんかそう思われない自信はあるんで、うん、その、テスさんが言ったように、もう全部見てもらえたらって感じですかね。うん、なんか、変に、箇条書きして、こうやってこういうのを見てくださいとか、やるよりも分かりやすいんじゃないですか、試合見てもらう方が、会場で、うんうん。なるほど。ありがとうございます。まあ、しょっぱい試合ばっかやってるんで、僕、ちょっとダメなんで。はい。そんなことないよ。次の試合頑張るんで、うん。いやいや、しょっぱいですよ。いや、そんなことないですよ。いや、自分自身でやっぱ、うん、しょっぱいっす。まあまあまあ、これでもうそろそろね、お時間なんで、あと何分ですか？第1回目ね。うん。これで終わりなんですけど。ちょっとね、マジですか？寂しい。この第2回、第3回ってね、ちょっとね、続けていきたいなとね、僕は思ってるんですけど。はい。はい。はい、あとね、ちょっとズームなんで、ちょっとね、今日はたまたま関東の選手なんですけど、地方の選手とかもね、呼んでね、やってみたいなね、思ってますんで、また楽しみにしておいてくださいというわけで。はい。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。おやすみなさーい。おやすみなさい。